マンチライフガードです。ということで今回はですね、建築勝負とか公開でもね使えるんですけども、フェイントの種類を3つご紹介していきたいと思うんですけども、ちょっと聞いてください。今からやる例はあくまでも例で、今日話すのは3種類のフェイントのパターンがあるよっていうのをご紹介したいっていうことなので、この例だけの、技とかフェイントだけじゃないよっていうのだけはね、まあ見ていただければわかると思うのですけども、そこだけちょっと注意して、見てみてください。ということでまずはねクリップがあるので、そちらから見てください。まずは例をどうぞ。はい、ということでね見てもらったと思うんですけども、僕がよく使う技ですね、これは1種類目エディットのフェイントでございます。はい、どういうことかっていうと、僕がやった技はこうね、こう敵がいて、で僕がこう敵が上がってきてこうエディットするんですけど、相手から見たらおエディットしてきた、じゃあここから撃ってくるかなって思ったらエディットしてただけでこっちから打ってくるっていう、エディットのフェイントですね。エディットを使ったフェイントで、先ほども冒頭で言ったように、これだけじゃありません。はい、例えばですけども、エディットのフェイントといったら、この前僕が、ボックスで紹介したこうね、敵に張り替えられました、張り替えられました、そしたらこっちをねエディットして、こっちを戻してエディットこっちに行くって見せかけてこっちをリセットしてこっちを打つっていうねフェイントがあったと思うんですけど、これもエディットのフェイントですだし、もっと言えば、例えばですけども、ここをね開けてこっちから開けたりするっていうのもフェイントですし、こうここ開けてこっちから打つっていうのもフェイントです。はい、なのでこうねエディットフェイントっていうのはいろんな場面であります。はい、その中でも使えるのが、こちらのねエディットだったりとか、この前に紹介したこのエディットとかですね。はい、非常に使えるのでよかったらやってみてください。はい、ということで続いて2種類目なんですけど、建築のフェイントでございます。これはね例がちょっとないんですけども、口で説明、例って言っても多分例を流したとてちょっと分かりづらいなって思ったので、建築をしながら、説明していきたいと思います。こう自分が20回で敵が上にいるときにこうするじゃないですか。でそしたらただこうやってやっちゃうともう超ド普通な、上がり方になってしまうので、こうじゃなくてこれだけを入れてあげる、これを入れてあげるだけでもかなり上をねこう取り返せる、確率が増えます。はい、なぜかっていうと、まあこっから来るんだろうなと思って一瞬向くんですよ。こっちどう行くんだろうって思ったらこっちからもうすぐ行っているっていうね。まあ反応できる人は反応できるんですけど、それでもちょっとはマジで意味があるので、使ってみてください。建築のフェイントです。はい、まあこのね建築のフェイントにもいろいろな種類があるので皆さんもね試してみてください。はい、ということでね、ラストのフェイント、3つ目の、フェイントなんですけども、キャラコンのフェイントでございます。キャラコンのフェイントとは、こんな感じです。クリップどうぞ。はい、これ本当に使えるんですよね。マジでいろんな場面に使える、そしてキャラコンのフェイントとはどういうものかと言いますと、さっき僕がこれこのフェイントを教え、ご紹介したじゃないですか。はい、このフェイントね、これでこれを何回もすると敵の動きってどうなるかっていうと、ここを開けてきてもこのフェイントかからなくなってこっち打ってきたりするんですよ。
こっちも警戒してくるっていう時にキャラコンのフェイントを使います。で、相手がだんだん慣れてきたなって思ったらこうやってやってこう戻るっていうね、こう戻るフェイントでございます。これマジで使えます これマジで本当に使える。面白いほど引っかかるんですよね。そう、キャラコンのフェイントです。はい、ということでね、今回は、3つの、フェイントをご紹介しました。よかったら皆さんね、試してみてください。まとめるとエディットのフェイント、そして建築のフェイント、そしてキャラコンのフェイントでございました。これをね3つ掛け合わせるとマジでフェイント、もうねもう黒子のバスケみたいにねフェイクがめちゃめちゃかかるんで投げたはずのボールが全然投げてなかったりとか、何言ってんだろう。はい、ということでね、皆さん使ってみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。